やどうもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況プレイ始めていきたいと思います。さあ行きましょう。あ、全回復してくれるんだね、ここで。了解了解。では行きましょう。さあ、この杖をその手に。あれ、全員に行き終わったあるよね。オッケー。なんと、誰たちはそれぞれの身長の杖を手に入れた。さあ、最終決戦ですよ。ラプソンとの戦いが今ここに始まりました。で、今説明があった通り、慎重の杖で祈っていきます。祈る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 。まあ、これで OK かな。とりあえず、7回これを行います。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、すいません。不敵に笑っていいの。余裕だな。そうで、これで解き放たれオーブの光が重なる。はいはいはい、これで OK ですよ。でもう一回いきます。これめっちゃ便利だな。って感じでやっていくんですけど、強ー。もう一旦いけるかな。イオナズに取られてきたか。ちょっとじゃあ一回回復するか。よし、じゃあちょっと回復先入れていこうか。レホマズン打って作ると、で作ると、あ、君あれか。じゃあマジックパリでいいかな。 OK。 よし、最初がちょっと長いんですよね、これ。で、回復ガンガン入れて、多分、先行は取れるから。うわ、すげえ長そうだなー、この戦い。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。鉄カードしてくんの？バフかけたのになぁ。強ー！いいけど、はい、じゃあもう一回お祈りしていきます。祈る、祈る、祈る。はい。バフかけたのにね。あ、先行取ってくれば。その攻撃強えんだよな。うん、まあ、先頭二人に行くのは全然ありっすよ。次また回復のターンかな。いや、もう一旦いけるか。ワンチャンジェシカ落ちてもって感じかな。いやー、でもなー、さすがに困るな、それは。いけるか。行くか。もう一旦行くか。ちょっとジェシカ落ちるかもしんないけど。もう一回行こう。で、次回復のターン。二ターン回復。違う、二ターン祈って一ターン回復の順で行った方がいいかな。一鉄カードは全然大丈夫。笑え、笑え。あー、それかー。あ、オッケーオッケー。ジェシカ分攻撃受けてくれるなら全然大丈夫っすよ。リククールに先ベホマラー打たせるか。うん。で、これで4人。よし、じゃあ。防御。賢者の石。ピオリ持っとくか、じゃあ。ベホマラー、はい。で、これで
まあ後から先に攻撃打たれてもそう大丈夫、賢者の石あるからもう一旦回復できると。やっぱヤンガスにさ賢者の石持たせるのが結構一番いいかもね。めっちゃ回復するねすごっ。オッケー、じゃあまた攻撃していきましょう。攻撃じゃないわ、祈りしていきましょう。この祈りがさ長いのよな。いいよ。てかレティスもすごいよね、こんだけぶったたかれてるのにさ全くひるまずできてるなんてね。あと2ターンかな、まあ、マジックバリア使ってもよかったんだけど、やっぱ先行取れる方がねいいよね絶対。オッケーオッケー。いや主人公やべえな、主人公やべえな。一回じゃあ全体的に回復入れますか。で作るとマジックバリアスクールとかな。先行確実取れるんで大丈夫です。いやーやっぱもうちょっとレベル上げてくるべきだったかな。でも多分45あれば適正のあれだと思うから、うん大丈夫大丈夫。こっちガチガチに固めてるからね、防具とかでも。で、まあ、凍てつく波動来ても問題ないから、言わずね、オッケーオッケー、大丈夫、大丈夫。マジックバリアしてあるんですよ。やめないでくださいよ、ラクソンさん。大丈夫。呪文2連発はいいよ。あ、オッケーオッケー、ヤンガス主人公に来てくれれば問題ない。オッケー。もう2ターン耐えれるっしょ。よし。じゃあ、祈っていきまーす。祈る、祈れ、こう。2パターン、2パートに分けてもいいかもね、これ。時間的にも。いいと思うな。祈るだけの動画。さあ、村ゾーンは効きませんと。あれ先行取られた？あ、いいよ。言わない分、全然あり、全然あり。マジックバリアつけてますから、こっち。全く痛くないっす。身長強いな。オッケーオッケーオッケー。でも、このターンでバリアが破れますと。行くか、そのまんま。多分5分くらいで終わると思うんだよな。15分で終わりそう。賢者の魂が強いからときはどう思いますね。これで終わったんじゃない？よし。さあ、結果を解け。いや。すげえ、ゲモンたくさんいるね。ゲモン攻撃してこないのありがたいよね。これがね、誰が誰か分かんないんだよね、正直ね。あ、これはギャリングさんって分かるわ。ギャリングさんって分かる。一人子供なんだね。よし。あいつら我が子孫よ。僕たちにできるのはここまで。この素晴らしい我らの世界を、我らの未来をどうにか守り通してほしい。僕たちは遠くできっと見ている。さらばだ、愛する子孫よ。そして慎重レティスよ。やった、回復してくれた。さて本番です、ここから。おのれどこまでも、目障りの虫キャラどもが我が闇の結界を払いのけたことを地獄の底で後悔するがいい。この肉体の真の力を見せてやろう。死してなお消えぬほどの永遠の恐怖をその魂に焼き付けてくれるわ。よし、じゃあ頑張りますか。で、ちょっと、
攻略いってきます。 HP が、6500ですね。で属性攻撃耐性がまあ全般的とあります。メラ、ギア、イオ、バギ、シャドウ、リンコース全般的に通りますね。で状態異常耐性がルカニが入るんで、まあガンガンヤンガスのカブト狩り使っていきたいと思います。で神々の祈りっていう、あ怒りかっていう攻撃が結構厄介なんですよね。一発の威力が150以上食らってしまう強力な攻撃なので、ちょっとバフかけてね耐性つけていきたいと思います。でフバーハは切らせないように、凍える吹雪と激しい炎を使ってくるので、フバーハを切らさないようにしてください。でピオリムで先制できるようにもしておきたいですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。でスクルト行って先フバーハでね、さあ行きましょうか。で一応メラドーマヨナズン先ほどと同じように使ってくるんで、マジックバリアも使っていきたいと思います。で凍てつく波動も使ってます。オッケー、刺さったねこれ。いやマジックバリアいいかな、もう怪しい瞳があるから怖いんだよね。ちょっとこの年次ボールもえぐー、35。主人公が先行取れるといいんだけどさ、まあそういうわけにいかないので、ね、ピオリも先に打てればいいんだけど、まあちょっと怖いんで先にデフまでジェシカ回復していきたいと思います。そうジェシカにさあの年次ボールをさ連発させられたらちょっと困るんですよ。素早さ読み上がりテンション50か、すごい。凍てつく波動ね。オッケーオッケー。大丈夫、大丈夫。もう一回かけりゃええんや。で、収益80下げた。で、やばいね、これ。一回、ベオマラ使いにかな。賢者の石使って、フバーハー、不思議なタンバリンかな。多分一旦は耐えれるはず。だから先にフバーハをかけれれば良い。まずいんじゃない？ちょっと残り HP がさ分かんない。なんで瞑想した？なんで瞑想した？さあもう一回。君は賢者の石打ってもらいたい。でも自己スパークいっちゃおうか。で賢者の石、あーなるほどね、いいか、先にピオリム打つ方が先決だな。なんか全員さ役割あるからさすげえ大変なんだよな俺。マジでマダンテ誰か落ちるんだよ。イテツカードか。オッケー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 。うわマジ強っ。ちょっと待って、えぐいな。ピオリムかけたのにさ、うんやっぱ強えな。345。そうですかそうですか。体勢整えますか。じゃあ次また来られたらやばいからね。ここまずね作るとフバーハー、間違いだったかなこれ。負けるぞこれ。負けるぞ。回復していくメラゾーマーなら大丈夫。オッケーオッケー。賭けには一応勝ってる。うわ
これな、いいタイミングでさあれかけてくんだよな、凍てつく波動をさ削り切れるかな。で守備力200増えるのが強いわ。いいよ、200が多分マックスですからね。痛める、カブト割りで、ピオリの不思議なタンバリン、ケト20、50いったか。うわ、50いくならさ、ジェシカ攻撃させたらよかったかな。まあいいか、ピオリも全然大丈夫かね。うん、守備力戻ったか。下げろ、ナイス。下げてくれるのはありがたい。ウィッグはい、ソニック並みに速くなりました、確実に。よし、じゃあジグスパーク貯める。バイキルド、バイキルドで、メホマ使っていきましょうか。多分全員先行取れるじゃんね、これで。よし、イケツカ波動がどう来るかなんだよな。これで多分1000を超えるはず。1128、まあでも瞑想でも500しか回復しないし、これが強いのよ。うん、まあ思ったほどだったな。オッケー、激しい炎なら全然大丈夫。じゃあ一回主人公にベホマザン使っ、いやー使う必要あるか。まあいいや、使っておこう。奪い切るとやんらせ、大不死の感じ。今ソニック並みに速いからね、みんな。いけ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 。バッククールが今50なのか。そうかそうか。さあ次のターンね、ヤンガスが攻撃入れれば対応でかいんだけどね。うん、全然それないよ。凍てつく波動以外だったらいける。いや1回のダメージが強えな。うわー、オッケーオッケー。じゃあ烈風獣神がないの、バイキルとかクールにかけて。そっか、ベホマラーすんのか。だとしたらバイキルとジェシカに行ってるか。でベホマラーで全員回復できる。うん、オッケーオッケーオッケー。これで全開でしょう。で自分にかけてバフつけていきます。20、いいね、通るね。あと半分くらいじゃない、HP 的には。うつえな。うん、大丈夫大丈夫。今テンションどれくらい上がったっけ。テンションどれくらい上がったっけ。やべ、わかんねえけど、いくか。ジグスパークで、君は一回賢者の石使いましょう。で今こうなってるから、総理打ち違う。君はタンバリン叩いてもらわないといけないね。うわ、先行くかお前。いやまあいいけど、20でもどのくらい入るかな。600か、ダメだって。先打っちゃう、こういう時に限って。そう、ジェシカも先行ってほしくなかったんだけど、もうなんでこういう時にさ、星降る腕輪がさ効力発揮してくんないんだよ。じゃあ次ちょっとフバ振っていきましょうか。あー、いいよいいよ、いいタイミングではあったかもね。結構来て、うわー、そう来ましたか。あれ、そんなにあれなのか。正直貯める、カブト割り、さっきピオリン打っといた方がいいかもな、これ。タンバリン。
うん、その方がいいかもな。意外とクバーハ使わなくてもいけるってことがちょっと分かったかな。まああと2戦くらいだよなきっと。うん、強っ。うん、全然大丈夫。次一回デホマンズどうか。OK ナイス。ちょくちょくヤンガスが削ってくれてるからデホまでいいか。もう一回カブト割りると、でバイキュールとをヤンガスにかけて、でもう一回シーンのタイムリー。ナイス、先行取れるの熱いよ。50、50、20、20、いいね。オッケー、そんくらい下げてくれりゃ全然あり、全然あり。で激しい炎はなんとか耐えれる。結構みんな耐性ついてんだな。やっぱクールが強いな。あー、それも強いんだよ結構。わあ、さてじゃあ君は15スパークでしょ、止めましょう。バイキルトにダルをかけて、でまあ先、オッケー、ナイス。それは熱い。いいよ、テンション20溜まってるからほぼベホマズ。ナイス、オッケー。落ちるでしょ、いけ、決めろ主人公、お前が最後決めるんだ。お疲れ様でした。よっしゃ、お疲れ様。一旦切りましょうか。